皆様こんにちは。札幌周辺の物件をご紹介する不動産 F ズライフです。今回は4本目の動画になります。皆様そろそろチャンネル登録をしていただけましたか？まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。さあ本日やってまいりましたのは札幌屈指の高級住宅街丸山。初めて丸山で勤めた時、圧倒的高級外車率、圧倒的ハイブランド装備率に田舎者の僕はここは外国かやーとなった思い出深い街丸山。本日ご紹介する物件はザ丸山の名にふさわしい物件。そんな物件を見れるなんて今から胸がドキついております。何やら噂によると分譲賃貸の RC メゾネット物件とのこと。分譲賃貸というのは分譲マンションなどの一部屋を賃貸住宅として貸し出している物件のこと。通常の賃貸物件よりも構造や設備のグレードが高い傾向にありますです。そして RC というのは鉄筋コンクリート造の略称で、他によく使われる構造の略としては鉄骨造は S、 鉄骨鉄筋コンクリート造が SRC、 軽量鉄骨造は軽鉄、そして木造は木造。そんなこんなで着きました。それでは内見スタートー。何やら門らしきものがあるね。どうもこんにちは、門です。旗竿地に門がついていたら超プライベート空間って感じで、とても高級感が増します。わーお、お高そうなところねー。これはいわゆるタウンハウスと言われているものです。タウンハウスの説明をしたいけど、この空間を味わってもらいたいので控えます。オープンだよ。どうやー、自分の家でもないのにとやりたくなる物件です。星ここは分譲だけど、札幌で賃貸のタウンハウスは数軒しかなく、希少価値としてはとても高いです。済ませてくださいよー。では早速駐車場から見ていくんだぜ。駐車場は各戸に1台ずつとなっているみたい。長さとしては十分にあるので、ある程度大きな車でも問題なさそう。左の扉は物置みたいだけど、鍵がないので見れませんでした。これね。さあ建物内部に潜入していきます。ガラガラガラ。右が明らかな玄関ドア。茶色い方の扉は何でしょう。何やら怪しい。玄関収納だと思ってたよ。玄関前の収納としては大きいですね。うんうん。それでは皆様お楽しみ、室内を見ていくとするぜよ。3回目ともなれば慣れたもんで、そのまま開けるぜ。お邪魔します。階段、早速メゾネット物件感を出してきたね。むむむ、これはもしや玄関って荒い。こちらの建物は2011年築なので、完全に時代を見越してますね。先見の明を通り越して、見聞色の破棄って言いたいだけ。とにかく今欲しい設備があるよ。ここにはね、シューズボックスを開けていくよ。この左のボッコは何のためについているのか。ちなみにボッコは北海道弁で、棒のことです。傘を立てかけるような気がするけど、正解は何なんだろうね。こっちは手洗いした収納、ハンドソープやアルコール消毒液のストックに良さそうですよ。この鏡で外出前の身だしなみもバッチリ OK。 何やら扉が一つあるぜ。あ、どうもどうも。トイレ、緑がいい感じのトイレ。2メートル先に手洗いがあるのにここにもあるなんてとても親切。棚は手洗いしたしかなさそうだけど、へこんだ部分に少し物が置けそう。では、それではお待ちかね、2階へ行くぜー。いい感じだねー。わーお、壁の間接照明がとてもおしゃれ。窓おっきい。むむむ、何やら上から気配が。これはスピーカー？そんな気がするね。坊主の気配でしたよ。ものすごい広いというわけではないですが、とても使い勝手の良さそうなリビングです。何よりかっこいいです。はい、造作だな。造作壁？デザインウォール？どれが正解だろう。
教えて詳しい人。シャレオツですぜー。両サイドの棚にはあえて DVD などを置かず、お高いお酒や、像なんか置いてそう。あるあるじゃんねー。こちらはダイニングスペース。4人用テーブルなら問題ない広さ。開けちゃうよ。こちらはリビングダイニング収納。パントリーとしても使えそう。コストコがはかどるねー。うへへ。この棚もいろいろ使えそう。私なら像を置きますねー。どれだけ像置きなの。ダイニングからの眺めがいいです。そろそろね、住みたくなってきちゃったんだよー。こちらは操作パネルの人たちだけど、初めましての人が何人かいるね。初めまして。たくさんいるから、今日はあまり出会わない人たちを紹介していくぜ。まずは右上の彼から。どうも、パネルヒーターリモコンです。あ、どうもどうも。彼はメイン暖房の役割を果たす、とても重要な存在です。お次は下の方。パッカー。床暖房リモコンです。よろしくね。はい、よろしくね。この方は床暖房を操作する人、冷え性な人は一度使ったらやめられないぜ。他にもいろいろあるけどリモコンさんはここまで。お次は奥様お待ちかねの、チキン。パッと見はしっかりまとまっていて、使いやすそうなキッチンですよ。まだ理想前なので、ちょっと汚れていますけども、そこは目をつぶってね。どんどん開けていくぜ。さすが分譲、食洗機は当然です。説明していなかったけれど、こちらの物件、毎月の賃料が25万円です。丸山の物件はある程度見てきた方だけど、グレードから考えるとかなりお得感があります。何よりタウンハウスってところがね。それな。管理会社さんより、家賃まで出しちゃってよとのことだったので、出しました。市長時点でも空いているといいですね。ふっ。こんなところも見せていきます。これと同じものが右にもあり、下にもたっぷりあるんだぜ。これだけあればキッチン収納としては文句なしでございます。ちなみにこのスーも陸へ。こっちは背が高いからゴミ箱入れですね。そろそろキッチンとはおさらばして。こっちからのリビングの景色も素晴らしいです。さて次の階へ。と思いましたが、少し長くなってしまったので本日はここまでにします。リビングまで見ちゃったら後半の尺も足なくない？ふっふっふ。後編は後編で。おおおお。まあ、ポイントがあるんですよ。随分もったいぶるけど、とても楽しみです。それでは今回はこの辺で、またねー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価も、ぜひ、よろしくお願いします。札幌屈指の高級住宅街、丸山にあるタウンハウス、リビングの後には一体何が？物語は3階へ。そして、次回、3階、侵入、この次も、内見内見。